よかったネク、無事で。ソラ、まだ俺のことを信じてるのか。当たり前だろ。俺はソラを騙そうとしたんだぞ。あの黒いコートのやつにソラを連れてくるように言われて、そうすればパートナーと一緒に元の世界に返してやるって。ごめん。もういいって。ネクは俺を助けようとしてくれたじゃないか。それに俺たち友達だろ。友達か。そうだネク、この子ライムって言うんだけど、ネクのパートナーじゃないか。うん、違う。ライムは俺のパートナーじゃない。え、ライム。ネク、おい待て。邪魔するな。待つんだ、ソラ君。よしわ。やあ、ネク君。ずいぶん久しぶりな感じがするね。ライム、無事だったんだな。ネク、あいつ知り合いなのか？うん。よしわ。俺の友達だ。そうか。ヨシアがライムを連れて行ったのか。それに、なんで俺の名前を知ってるんだ。そんな一度に質問しなくても、君の聞きたいことにはちゃんと答えるよ。まずライムのことだね。僕はライムの夢を預かっていてね、僕のポータルなんだ。ん？要するに、世界をつなぐゲートになるということさ。わあ。それから
なぜ君の名前を知っているかだったね。ここはちょっと不思議な街でね、行き場をなくした者が身を寄せるために現れる。今は訳あって僕の夢から作られてるんだ。だからこの世界のことは何だって知ってる。君がリク君の親友だってこともね。リクを知ってるのか？言っただろ、何だって知ってるって。リクはどこにいるんだ？リク君はこの映像の中、もう一つのここと同じ世界にいる。もう一つのここと同じ世界？ポータルってのを使えば行けるのか？残念だけど君には行けないんだ。ポータルはライムの夢を預かっている僕にしか使えない。この映像はドリームイーターが閉じ込めていたもう一つのここと同じ世界での出来事なんだ。なぜ世界が分かれてしまったのか、おそらく彼が関係してるんじゃないかと思う。あいつ、誰だ？ビート？シキ。ニク。
おい、一人で行くと危ないぞ。ああ、ほらこれだ。だから俺が。シキ、まさか。なぜここにいる。お前は無意識なのか。ならばお前には何もできない。目覚めぬ眠りの中を永久にさまようことになるだろう。どういう意味だ。そいつの言葉に耳を貸すな、リク。こいつも大丈夫だ。シキに聞いた。そいつが仕組んだことだってよ。こいつも元の世界に戻してやるって言われてリクをはめようとしたんだ。今回のミッションは随分手が込んでるじゃねえか、偽死神さんよ。お前は誰だ。待て。ごめんなさい、リク。あ、気にするな。ビート、指揮を頼む。任せろ。近くに見えるってのに手が届かない。心がつながっていればいつか会える。ライム、ネク、ソラ。
彼らは元いた世界で存在を失うことになってしまったんだ。僕は彼らの存在を消すまいと、かろうして残った彼らの夢のかけらをかき集めて退避させる場所を探していたんだ。その時、預かっていたライムの夢を介して眠りの世界でこの街を出現させた。ここなら夢のかけらとなってしまった親友たちを元に戻せるかもしれない。僕はそう思ったんだ。驚いたことに、眠りの世界では夢のかけらは実体を持っていた。それで僕は夢のかけらたちの絆をつなげることが、それぞれの存在を補完し合い再生の助けになるんじゃないかって思ったんだ。そんなことができるのか？結果は見ての通りだよ。人は一人ぼっちじゃ存在できない。誰かに存在を意識されることで初めて人として存在できるんだ。その強い互いの意識のつながりが彼らを再生させたんだ。もちろん君たちの協力もあったおかげでね。ヨシは、君は何者なんだ？ただの友達だよ。あ、夢と夢はつながっている。まずは最初の眠りの地から始めなければならない。二人には闇に飲まれ眠る直前のデスティニーアイランドに戻ってもらう。夢に落ちるとき、夢を介して眠りに閉ざされた世界へとつながる。眠りの鍵穴を開くことで新たな力を身につけるとともに、眠りに閉ざされた世界の解放にもなるであろう。純粋な光の数と等しく、七つの眠りの鍵穴を解放し、再びこの地に戻ってくることで、マスター承認とする。